野悟25が1日までに自身の公式 YouTube チャンネルを更新し、滞在しているとみられるブラジルから自身の身を脅かす組織への反撃を予告した。先月18日に何者かに襲撃されたと包帯姿で被害を訴えたセテル・ユーはその後ブラジルに逃げてきたと日本から脱出したとしていた。この日の動画では、ジョー、今日は大きく変わったぞ。アジトができた。わかるか？俺はブラジルに来て、そし、てアジトを手に入れたとドヤ顔だ。自身を襲撃した者は不明として、情報提供を呼びかけていたが、みんなのおかげでだいぶ情報も集まったよ。でもまだだと時間が必要だとした。その上で連合軍を決制すると宣言した。密告者、反感のある者、敵対している組織、我は、レと仲間になりたい者を日本全国から募集するよ。でかい組織で毒を持って毒を制するのみだ。王者まで一直線だよと、同志を募るとした。